ワンステップ。皆さんどうもこんにちは。ワンステップの長谷川和夫です。今日は生きる見方を見つけるオンラインセミナー、知ってそうで案外知らない素朴な疑問全部答えます、ゲノム医療コマケア編の模様をお届けします。お話ししてくださるのは近畿大学奈良病院腫瘍内科診療講師の高浜孝之先生です。答えてもらう質問はこちら。腕のいい先生にかかりたいです。腕のいい先生の見つけ方を教えてについてお届けしたいと思います。画面見るとわかるのですが、今回は前2つの質問の続きですね。最初は特別な治療ありますか、で次にいい病院にかかりたいんですけど病院の見分け方を教えてください。そして今回腕のいい先生が知りたいです。先生の見分け方を教えてください。なんと言うんでしょうかね、患者の欲望は限りがないと思うわけですけれども、先生はね優しいですね。丁寧に答えてくださっています。一つずつね VTR は作っています。もし興味あったら他の質問も見てくださると嬉しいです。で、腕のいい先生の見つけ方なんですけれども、今回はねいろいろと気づかされました。いいね、お医者さんになりたくない人なんて一人もいないんですよね。医師も患者も含めて人としての姿勢といえばいいんでしょうか。そんな話へこう展開していきます。ここから私のね個人的な意見がかなり入るんですけれども、この話を聞いて私はもう自分自身を振り返りました。皆さんもねそうなると思っています。そしてもう一点、あなたがこの VTR を見てもしね何も感じなければ腕のいい医師に巡り合うことはねないんじゃないかなと私はそう思います。では始めましょう。ワンステップ。腕のいい先生にかかりたいんですよね。腕のいい先生の見つけ方をぜひ教えてください。お願いします。はい、そしたらここに私の個人的な意見が随分入ってきますので楽しみに聞いていただければと思います。はい、あくまでも本当に私の試験が多く含まれています。まずこの質問を聞いたときに非常に困りました。そもそも僕はいい先生なんでしょうか、よく分かりません。そこについてはそもそもいい先生って何だろうっていうことを非常にこの質問を受けたときに考えたんですね。で、まず皆さんにお断りというか知っていただきたいことがまずこのスライドに書いてあるんですけども、私もまだ医師になって10年ちょっとですけれども、まだまだ日々実は悩みながら診療しています。不安げにやってるという意味ではなくて、毎日一人一人いろんな患者さんに対してこれで本当にいいのかっていうことは日々反省しながら日々送ってるということなんですね。ただどのお医者さんにも共通しているのはきっとみんないいお医者さんになりたいと思っているし、患者さんの病状を良くしてあげたいと思っているはずだし、それから目の前の患者さんに満足してもらいたいってそう思ってない先生はいないんじゃないかなということは知っておいていただきたいですね。でも私のところにセカンドオピニオン来られる患者さんとかたまに怒ってます。あの先生はもうけしからんとか怒っていらっしゃるんですけども、きっとどこかでボタンの掛け違いがあったりして、決して多分怒らせたいと最初から思ってる医者さんはいないんじゃないかなと。医者も人間なんだっていうことをまず知っていただきたいですね。で、その上で私ちょっとこれも教科書的な内容にはなるんですけど、もう一回いいお医者さんって何なんだろうっていうことで、実はですねやっぱりこれもう肺がんに限らないと思うんですけども、例えば今私長谷川さんと喋っていて非常に安心して喋れるのは、あ、意思疎通が取れてるな、この人とならコミュニケーション取れるなっていうふうに安心感が得られるからだと思うんですね。それから話がまとまっていて誠実そうに感じられる、今日の私は皆さんにそう映っていてくれるとありがたいんですがそれから
もちろんいい話ばっかりはできないと思うんですけど、あの先生の話して、あの先生と話していると、納得できて安心できるということ。それから自分の持っている病気について先生もいろいろ情報を調べてくれて、一緒にさらにいい治療はないかって考えてくれたり、まあ、次も一緒ですね、一緒に病気について考えてくれたり、それからここにはですね、患者さんを支援してくれるっていう言葉が出てくるんですけど、まあ、アドボカシーの考え方にもなると思うんですが、病気だけではなくって生活も含めて一緒に考えてくれるのは先生、あとは、まあ、身だしなみとか最低限のことも含めて、いい先生だなと感じさせてくれるような振る舞いをしてくれる、プラスアルファで肺がんに必要な知識や能力を持っていることというのが望まれるのではないかと思ってます。で、多く私のところにセカンドオピニオンとか紹介で来られる患者さんがおっしゃるのは、先生が説明してくれなかったという訴えが非常に多いわけなんですが、私自身がその先生自身を存じ上げている場合で、その先生はそんなことを知らないはずはないんですね。きっとコミュニケーションがうまく取れなかったりして、いい先生だというふうに映らなかった例が多いのではないかと思ってまして、これは自分で言いながら自分にも反省をしないといけない場面は非常にまだまだたくさんあるんですけれども、こちらの、まあ、ここに書いたようなことっていうのが、まず全体的にがん治療を受けていただく上で自分の主治医として本当にいい先生であるかどうかということを見る一つの目安になるかと思っています。プラスアルファですね、あとはまあこれは僕自身が考えたことなんですけど、まあ、応用編として、これはもうどこかに書いてあるわけじゃありませんが、治療の進歩っていうのが肺がん本当にすごい早いもんですから、ほっとくと1年経つと全然治療法変わっています。ですので治療の進歩についていっている本当に熱心な先生なのかどうかっていうのは当然知りたいですよね。私の印象ですけども、自分の施設での治療成績の振り返りとかですね、そういったことを含めてやはり、進歩についていかれている先生っていうのは学会等で発表されていることが多かったりとか、やはり治験や臨床試験に参加されている先生が多い印象はあります。あと、まあ、これ医者同士でも話題なんですけど、専門医を持ってた方がいいんですか。専門医であれば絶対いい先生とは思いませんが、やっぱりご自身の施設がそういう先生がいたり、自分の主治医がそうであった方が、良いのではないかなというふうには思っています。まあ、最低限の疾患に対する知識とかを持っていたりするという目安にはなるかなというふうに思っています。で、いろいろ専門医にもたくさんありますが、病院によってはホームページに書いてあったり、学会のホームページでも自分の地域の専門医を調べることができますので、参考にしていただければと思っています。はい、先生ありがとうございました。はい、そうですね、私の方からは、ちょっと感想を、そうですね、先ほどのコミュニケーションの話で、患者側も問われているんだなというふうには思いました。そうですね、コミュニケーションはだから先生がいくら良くてもこちら側も、きちんと接していなければその成立しないですよね。こちらが求められている、何でしょう、もう人の振り見て我が振り直せって言葉あるじゃないですか。あれってそのなんか2つの意味あると言われていて、その人の振り見て我が振りって、その人が変なことをしていると、あ、それやらないようにしよう、これ普通にそう思うんだけど、もう一個の意味は人の振り見て我が振り直せ、人の振りは自分に原因があってその振りをしているんだ、そのなんか変なことやってるとしたら自分が原因で、その鏡として、その相手がそういう対応をしているみたいな、そういう考え方で自分にあるんじゃないみたいな、そんなようなもう考え方をなんか思い出したなというふうに思いました。今長谷川さんが言っていただいたんでちょっと続きを出したんですけども、これ上野直人先生って、まあ、乳がんの分野で有名な MD アンダーソンのお医者さんなんですけれども、まあ、彼の著書の中にですね、一流患者とか三流患者とかいう言葉が出てきています。で、まあ、一流患者って何かっていうと、医者任せにせず自分自身から医者に深く関わって最適かつ最良の医療を引き出せる患者さんって書いてあるんですけども、まあ、これは詰まるところですね。よくお医者さんとか病院に対してこう、
よく思わない方もいらっしゃるかもわからないんですが、もう本当に繰り返しですけど、みんなあなたの病気が少しでも良くなることを我々本当に願ってます。ですので敵対関係ではなくって、ミスやら探しとかをし合う関係性ってのは本当に非生産的ですので、一緒にですね、我々 の能力をむしろこう引き出していただけるぐらいのコミュニケーションを一緒に取っていただけるようにしていただくというのもコツなのかなと思っていますし、お医者さんとだけの関係性だとうまくいかない場合があるようなこともあると思いますので、そんな時には看護師さんやがん相談支援センターの援助ということもどうぞ活用していただければと思いますし、やっぱりこの病院そのものにちょっと、本当にいいんだろうかって不安を感じた場合にはセカンドオピニオンであるとか、いう方法も取れます。でセカンドオピニオンもよくこの方法を取ると主治医が嫌な気持ちになるんじゃないかと思われる方もいるんですけど、そんなことはありません。他の病院でも私が説明した内容と同じことを言ってくれれば、医者も患者さんもお互い双方納得してその治療法に突き進めるという意味では非常にいい方法ですので、活用していただければなと思っています。ありがとうございます。そうですね、一番いい先生にかかりたいです。腕のいい見つけ方を教えてください。確かにこうギブアンドテイクで言うと、テイカーの方ですかね、くれ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 ってずっと言ってる形、でもそうじゃないんだよねってことを先生からきちんと教えていただいたような気がしています。はい、皆さんもそんな気持ちになったのではないでしょうか。ワンステップ。